はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学にようこそ。農業パーソナルトレーナーの山下です。さあ今日も始めてまいりましょう。新規農業者のための農業ビジネス講座、今日は第6講ですね。いよいよこれで半分になります。普段農業ビジネススクールでやっている内容をですね、ギュッとこう縮めて10分間で解説するという、まあ、結構無理な企画なんですけれども、お付き合いください。さあ今日の第6講はいよいよ販売の話です。新規農業者の方が もちろん作るのも大変ですけれども、まあ、売っていくのも大変ですよね。でそこで、この質問も非常に多いんです。まあ、山下さん、どうやって売っていけばいいんですかってことを必ず聞かれます。まあ、今日はそういったところの内容をですね、お話ししたいと思います。じゃあ早速始めましょう。まずですね、このどうやって、売ればよいですかなんですけれども、まあ、先に答えを教えしますと、今もそう簡単には売れません。市場に持っていくと何かしら値段はつくんですけれども、実際自分が意図して売ろうというのは結構今難しくなっています。ですから、一体あなたは誰に売ろうとしているのかっていうところが実は非常に大事になってきます。まあ、そこで、まず、大きく農産物、まあ、私は野菜農家ですので大きく2つに分けて、この委託型と直販型っていうのがあるんだってことをまずご理解ください。ほぼほぼ今の日本の農業はこの委託型で農業の販売は進んでいます。まあ、どういうことかというと、まず JA ですね。この JA っていうのは農家さんが集まって、まあ、一人で市場に出荷するよりもみんなで集まって市場に出した方がより優位な取引ができますよ。いわゆるまとめて出すっていうのがここの JA の役割になります。もちろん直接このように直接こうやって市場に出荷するっていう人もいます。でも結局はこの市場というのは、分かりやすく言うとオークション会場みたいなもんです。ヤフーオークションみたいに、何かしらまあものが、まあ、例えばここにマウスがありますけど、まあ、これを出品する。そして欲しいという人がいて、何人か欲しい人がいたらその人たちで、値段をこう釣り上げていって最終的にこれが落札される。まあ、このオークション会場が、この卸売市場だというふうに考えていただいて結構です。つまりオークション会場もあれはある意味、まあ、委託してるんですよね。まあ、メルカリも実際そうですよね。委託している場所です。うん、ですからこの委託型の典型が、まあ、この卸売市場、そしてそれを個人でやるのではなくて JA という組合を作って、まあ、今もすでに組合できてますので、その組合に参加して委託するというのが、まあ、一般的な農業の形です。で一方、ここの卸売市場に生花業者さんが、まあ、仲卸って言われている方が競りに来て、まあ、買います。ですから、最近では農業者の中でも農協や市場を通さずにダイレクトにこの生花業者さんに卸すというようなことをやっている農業者さんもたくさんいらっしゃいます。でもその人たちも結果的に委託型です。この JA や市場という価格変動をしない、変動するところを介さずにダイレクトでこの生花業者さんとあらかじめ値段と量とかいわゆる条件を決めて委託するというようなやり方です。なぜかというと、この生花業者さんもまたここで、小売量販店もしくは業務用中食外食のところに、卸します。はい、もちろん最近ではこの委託型の中でもダイレクトにここにこう持ってくるような、大規模の農業法人とかも出てきましたけども、まだまだ、この生花業者さんを一回この調和っていうんですけどね、この調和を挟んで、こういったところに、販売するために委託するというのが、まあ、ほぼほぼ一般的です。そして最終的に、このお客様、いわゆる消費者がここの商品を買いに来るというようなのが一般的な農業の流通になっています。はい、
で最近はですね、この委託型もこの直販所、道の駅などに、直販所たくさんありますよね。でそういったところに委託するパターンも非常に今人気です。これは JA も市場も青果業者さんも小売業者さんも介さずに、まあまあこれも小売業者なんですけれども、道の駅に農家が持ち込んで、そしてお客様もこっちに買いに来るという、もうこの歩み寄りのいわゆる委託場所ということになります。ただ直販所の場合は、買い取りではなくて、例えば売れ残った分はお持ち帰りくださいというように、それこそ消化仕入れ、って言われている、売れたら売れた分だけがあなたの売り上げですよって、もう本当の超委託型ですね、まあ、そういうのが一般的に多いです。でさらには最近この委託型の中で直販所という、リアルを通さずに、このバーチャルなネット上で、Amazon とか、まあ、楽天とか、いわゆるウェブ上で販売をするようなサイトを活用して、お客様がそのサイトに買いに来るというような、まあ、形にも、実際あります。これが委託型ですね。でこの委託型をやっている農業が一般的ですなんですけれども、この委託型の中で、まあ、どうやって売ればよいですかって、でここに誰にってくるんです。誰にって、でこの誰に売るのかによって相手の要望が違うんです。要望が違うんです。お客様の要望が、ですからどうやって売ればいいですかは、答えはあなたが売りたい相手の要望に合わせてくださいっていうのが答えになります。例えば農協に、取引したいと、農協と、取引したいとなれば、農協は農協で部会というのがありますから、同じ価格、同じ企画ですね。同じ企画ですから、自分は例えば、私ナスも作ってたんですけれども、私はこのサイズのナスを、M としますって勝手に決めちゃダメですね。その農協の部会でこのサイズは S サイズとしますって、みんなでルールを決めています。そしてちょっと傷がついてたならば B 品ですよ、 A 品ではありませんよっていうふうに、その部会ごとに企画がありますので、その企画に合わせることが、売るポイントになります。はい、じゃあ直接今度市場に、売りたい、市場に卸したいとなればどうなるかというと、市場はですね、やっぱりより良いものを欲しがります。より良いもの、例えばここにマウスが2つあるんですけども、市場にこの2つのマウスが、出品されました。そして、そこに買いに来た青果業者さん、こっちの方が人気が高ければ、こっちの方が品質がいい、こっちの方が美味しそうってなればこっちの方が高く売れますし、いやこっちの方が高いよ、こっちの方がいいよってなればこっちの方が高く売れますよね。まあ、そのように市場というのは、ビジネスモデルが、ここから持ってきた商品のここで買ってくれた手数料あ量の字が違うないわゆるマージンですね。マージンでここは成り立っていますので、当然より良いものがここに持ち込まれることによって、この青果業者さんがじゃんじゃん買ってくれる、そこで成り立つビジネスですので、より良いものを、求めています。じゃあ一方、ここの青果業者さんを直接ここに売るとなれば、ご定といって、定時定量定価定数定着、ここの業者さんが今一番求めているのは、筒がなくここから仕入れて、筒がなくここに納めるっていう中間業者なんです。ここは中間業者で、中間業者は特別なものを仕入れて特別に売ったところでなかなか売れません。安定的に仕入れて安定的に販売する。そしてここも同じようにマージンでなっています。
まあ、マージンっていうか、こちらで売った価格と仕入れた価格の差額で成り立っています。ですから当然安く仕入れた方がいいんですけども、安くなかなか仕入れることが難しい。なぜかというと、ここの市場原理が働きますからね。ですからこの製菓業者さんは安定的な、だからここの定価、まず定価ですね、定価で定量で定数っていうのが一番求めている。この算定が一番大事なんです。定量定価定数、そうすることによって安定的にここと取引ができるんです。安定的に、はい、ですから製菓業者さんと取引しようとするときに、うちの商品は、美味しいですよ、甘いですよっていうようなことをいっぱいアピールしたところで、いやそれよりも定価定量定数っていうのができますかっていうところが結構ポイントになってきます。ポイントになります。そして今度は小売業者、ここですね。じゃあここは何を求めているのかというと、新鮮で安心安全で安価なんです。なぜかというと、ここのお客様がここのスーパーマーケット、この業務用中食外食産業にこのお客様が買いに来なきゃいけないんですよね。でこのお客様が求めているものはやはり新鮮安心安全そして安価、安価というのは安い値段じゃなくて安定した値段です。安定した値段、だからキャベツが、いつも100円だったのに今日は500円しましたじゃ、なかなかこのお客様はここに来てくれない。100円ならいつでも100円ですよ、150円ならいつでも150円ですよっていうふうに、このお客様はこういったものをこう求めている。じゃあ一方この業務用中食外食産業は何かというと、これはもうロットです。ロット、はい、だから1キロ2キロもらったところで、こっちはもう大きな工場でカット工場でこう野菜を洗浄選別カットしていますから、まずはロット、そして安定的に入ってくる。安定的にどちらかというと加工品になりますので、材料が入らなければ、工場も、稼働することができません。でもう一つはこの計画的、入ってきたあり入ってこなかったりすると工場と連動していますので、このロットがある程度、決まってて安定的に入ってきて計画的に入ってくるっていうふうなのが求められているってことなんです。はい、いかがだったでしょうか。このどうやって売ればいいですかっていう話なんですけども、この誰に売るかによって求められているものがこんなに違うんですよね、要望が。ですから皆さん方が 農業生産物を誰かとしたら取引をするときには、取引先によって、意識することが変わってくるっていうことなんです。はい、ここが分からないと、ちょっと明日から何の努力をしていいか、どういう販売戦略を取っていいかというのが分からなくなります。さあそして、これは今委託型の話をしたんですけども、最近はですね、もう全くこういったところを全く介さずに直接自分で自社サイトでに直営所を作る、もしくは自分の農場に直営店を作る、もしくは観光農園だったり体験型農園などをやって、もう誰も介さずにこのお客様がダイレクトに買いに来てくれるっていう直販型、いわゆるダイレクトマーケティング、グっていうのが今もうすでに始まっています。これはもう今までの農業業界のこの委託型からすると画期的なんです。必ずの今までの農業というのはこれ何かしらを介してて、今一番トレンドなのは農業や市場を介さずにダイレクトに製菓業者さんに卸したり小売量販店に卸すっていうのが今一番トレンドなんですよね。ところがこれからはもうそれすら通さない、もうこのお店にも並べない。なぜかというと、もう自分のサイト、だからこの、委託するウェブサイトも通さない、自分でサイトを作って、もしくは自分で直営店を作って、まあ要はバーチャルで作るかリアルに作るかなんですよね。つまり自分のお店
自分のお店を作る、もしくは自分の、いわゆるサービスですよね。サービス、体験農園、観光農園というのはサービスですからね。だから自分のお店にで物を売ったりサービスを売ったりするっていう、もう商業農業ですね。商業的農業、これを今始めている人たちがどんどん出てきているってことなんです。じゃあこの自社サイト、直営店、観光農園、体験農園を直販型でやるにはどうすればいいのかってことなんですけども、まず先ほどの、ちょっと汚くなっちゃったんだけど、ここから上の委託型ではなくてここですね、直販所だったりウェブ販売だったりというこの委託型の次に出てきた、ダイレクト型ではないんだけども、ちょっとお客さんとの歩み寄り型っていうのはここになります。でこのやり方は今までこの直販所が場所を貸してくれてたわけですよね。そこに委託してたんですけども、そこでポイントになるのはこれ私が作りましたってやっぱ顔見え、顔が見える商品、名前が見える商品、もう全て直販所の、農産物には生産者の名前が書いてありますでしょ。顔見え、名見えっていうのが直販所としてのやっぱり売りになるんですよね。で一方このウェブ販売、ここがウェブ販売になってくると、このウェブ販売するところがいわゆるお金の購買システム、いわゆる決済とかもしてくれる決済システムとかですね、やってくれたり、もしくはこの楽天、アマゾンと書いてありますけど、ここにオイシックスとかもありますね。オイシックス、オイシックスとかはその生産者の背景とか物語を語ったり、皆さんが買ってくれるようなワード、キャッチコピーなどを考えてくれたり、もしくは皆さん方の農産物をビジュアル的にしずる感を出すための写真とかを載せてくれたりとかいうことをやりながら、この生産者とこの消費者をこうつなげてたんですね。ここでつなげてたんです。はい、ですからこの直販型っていうのは、今までこの直売所とか道の駅とか、もしくはウェブサイトとかでやってたことを自分でやるってことなんです。自分で、まあもちろん皆さん方、そんなの自分でそんなのできないよって思われるかもしれないんですけれども、まあまあこれからこういうやり方もあるっていうことなんです。ですから例えば自社サイトでお店を作ったり、自分の農園の近くに直営店を作るってことは、まあ、若干コストはかかりますけれども、そこにダイレクトにお客さんが来るようになると、もうものすごく利益率は高くなりますし、このお客さんはあなたのファンの方々ですから、あなたのファンの方々だから、景気が悪くなろうと相場が変わろうと、そういうのにあまり左右されない、あなただけのお客様をここで獲得することが可能なわけですよね。はい、このようにどうやって売ればよいですかっていうのを第6項今お話をさせていただきましたけれども、とにかく売り方、農産物の売り方っていうのはどん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 進化しています。そして多様化しています。ですからあなたがやりたいあなたの売り方っていうものをですね、ぜひこの中から考えていただいて、そして売り方はここでもあった通り、相手の要望に合わせるのが一番成功です。成功の近道です。ですからあなたがどこの人たちにどうやって売ろうとしているのかっていうのを分かれば、あとはこういったお客様の要望に合わせた提案をしていけば必ず売れていきます。そしてこの委託型から直販型、そして直販型とか直売型、そしていよいよダイレクトマーケティング型っていうふうに、今農業農産物の売り方っていうのはどんどん発展していってますよっていうことです。はい、じゃあ第6項はですね、この辺で終わらせていただきたいと思います。第7項からはですね、
第7項はいよいよ今度はまた経営の話に戻ります。経営の話で、キャッシュフロー、このお金を実際ね、農業をやっていくときにお金を残していかなければ、まあ、利益を出し続けていかなければ事業ができませんので、どのようにどうやってお金を残していくかというものを次回第7項ではお話したいと思います。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。